ということで、まあ、保険を解約するということを考えられているかと思いますね。あと、支出を減らす方法、手段を知りたいということで、まあ、支出を減らす手段としてですね、方法としてまあ保険の解約というのもあるんですけども、まあ、保険はですね、結構日本人が好きで、なんとなくかけてしまう。で、数千円とか少額でも結構ね、ですね、無駄になってたり、あと、いろいろかけすぎてて、無駄なものが発生しているってことすごく多いんですよね。なので、必ず定期的にですね、保険を見直すと。で、不要の保険は解約するところですね。で、支出を減らすっていうところで、やっぱり保険のような大きな金額から減らすっていうのは重要ですね。あとは、僕がよく言ってるのは家賃ですよね。固定費として。で、固定費はですね、節約効果が大きい上に続くんですよね。毎月毎月かかるものなんで。なので、電気代、今、日本でも問題になってますけれども、ガス代とかですね、上がり続けると思うんですが、まあ、それを節約するよりはですね、こういう大きな固定費を見直した方が投資に回せると思います。和食セブで人気の